今日は日本で人気の職業をご紹介します。まず最初にプロスポーツ選手についてお話しします。プロスポーツ選手とは、サッカーや野球、バスケットボール選手などを指します。いろんなスポーツを職業としている人たちのことです。彼らは国内の大きな試合に出たり、メダルを目指して世界中を旅したりします。プロスポーツ選手になるには、そのスポーツが大好きで、一生懸命練習することが大切です。サッカーやバスケットボールのようなチームで行うスポーツでは、チームワークが大切です。みんなで力を合わせて勝つ喜びはとても素敵なものですよね。プロスポーツ選手になると、たくさんの人に応援してもらえるようになります。ファンの人たちからの声援は、選手にとって大きな力になります。そして、試合で素晴らしいプレーをすることで、多くの人を幸せにできるんです。でも、プロスポーツ選手のお仕事は大変なこともあります。毎日の厳しい練習や、時には負けてしまう悔しさもあります。しかし、そんな困難を乗り越えて、さらに強くなるために頑張ることができるんです。プロスポーツ選手は勝負の大切さや仲間と協力する心を私たちに教えてくれます。スポーツの素晴らしさや楽しさを伝える大切な役割も担っているんですよ。皆さんは好きなスポーツや好きなスポーツ選手はいますか？私はプロ野球選手の大谷翔平選手が好きですよ。次は IT エンジニアについてお話しします。IT エンジニアというのは、パソコンやインターネット、スマートフォンなどを使います。それによって新しいものを作ったり、私たちの生活を便利にしたりするお仕事です。例えば、スマートフォンのアプリや動画ストリーミングサービス、そしてセキュリティシステムや医療機器などにも IT 技術が使われます。このように IT 技術は私たちの生活の中でなくてはならないものになっています。また、IT エンジニアの人たちは、パソコンを使っていろいろな問題を解決します。例えば、難しい計算も簡単にしてくれます。そして、いろんな情報を早く探すことができるようにしてくれます。このお仕事のすごいところは、世界中どこにいてもお仕事ができることです。だから、IT エンジニアの人たちは、家でお仕事をしている人も多いです。そして、今後はさらに技術が進歩していくと思います。これによって、IT エンジニアの需要はさらに増えていくと言われています。ただ、プログラミング言語やフレームワークは、流行り廃りが激しいものです。現在よく使われているものでも、数年後には使われなくなっている恐れがあります。トレンドをよく知るために、好奇心を持って学習を続けていくことが大事ですね。次は YouTuber についてです。YouTuber とは、動画を作ってインターネット上でみんなに見てもらうお仕事です。
YouTuber の人たちは、面白いことや役に立つことを動画にします。そして、その動画を世界中の人たちに見てもらうんですよ。例えば、お料理の作り方を教える動画です。他にも歌を歌っている動画など、いろいろな種類の動画があります。皆さんはどんなテーマの動画が好きですか？ YouTuber たちはみんなが楽しんでくれるような動画を考えています。動画を作るのはちょっと大変ですが、とても楽しいお仕事です。動画を撮るときは声や表情も大切です。楽しそうに話している人を見ると、こちらも嬉しくなりますよね。そして、はっきりとした声で話すと、わかりやすいですよね。でも実は一番大事なのは自分が楽しんで動画を作ることです。自分が楽しくなければ、それを見ている人たちも楽しめませんからね。だから自分が好きなこと、興味があることを動画にしてみるのがいいと思います。私もこうして日本語を教えることが大好きです。世界中の日本語を勉強している人たちにとってお役に立てると嬉しいです。次は漫画家についてお話ししましょう。漫画家とは皆さんがよく読む漫画を作っている人たちのことです。漫画の中にはワクワクする冒険や恋愛の話、時には勇気や友情について学べる素敵な話がいっぱいありますよね。これらのすべてを漫画家が一つ一つ心を込めて描いてくれています。漫画家になるには、まず絵を描くことが大好きであることがとても大切です。そして、漫画を作るには、ただ絵が上手なだけでは十分ではありません。物語を作ったり、ユニークなキャラクターを生み出す才能も必要です。漫画家が漫画を作るときは、まずストーリーを考えます。どんな登場人物がいて、どんなことが起こるのかを細かく思い描きます。次に、そのストーリーに合わせて絵を描き、セリフを入れていきます。一つの漫画を完成させるのは、とても時間がかかって大変なことなんですよ。でも、自分が作った漫画をたくさんの人に読んでもらえることは幸せなことです。そして、読んだ人の心に残ることは、漫画家にとって最高の喜びなんですよ。日本には、世界中で人気のある漫画を生み出したすごい漫画家さんがたくさんいます。ドラゴンボールを生み出した鳥山明さん、ワンピースの作者尾田栄一郎さん、ナルトの作者岸本正史さん、他にも数えきれないほどたくさんの有名な漫画家さんがいますよね。漫画は今や日本の誇れる文化として世界中に愛されています。日本の文化を支えるという意味でも漫画家はとても重要なお仕事ですね。次は介護士についてお話ししましょう。介護士とはお年寄りや体が不自由な人たちの生活をサポートしてくれる人たちのことです。例えば、歩くのが難しい人が外に出たいとき、車椅子を押してあげます。そして、お食事や
お着替えのお手伝いをしたりします。また、お話し相手になって心のケアをすることも大切なお仕事なんですよ。介護士はただ手伝うだけではありません。お年寄りや体が不自由な人たちがもっと自分ができることが増えるようにサポートします。介護士がいるおかげでたくさんの人が笑顔で楽しい毎日を過ごせます。介護士になるためには専門の学校で勉強したり資格を取る必要があります。人の役に立ちたい、人を喜ばせたいという気持ちがとても大切です。そして、優しさと人に寄り添う心が必要なんです。介護士のお仕事は大変なこともたくさんあります。でも、お手伝いした人からありがとう、と言われた時の喜びはとても大きなものがあります。自分の行動が直接人の幸せにつながるんですね。日本は高齢化社会でお年寄りの人たちが増えています。ですので介護士のお仕事はこれからもっと大切になっていきます。次はデジタルマーケティングについてお話ししますね。デジタルマーケティングとは、インターネットを活用したマーケティングです。いろいろな商品やサービスをたくさんの人に知ってもらうお仕事です。例えば、お気に入りの本があるとします。その本をもっと多くの人に楽しんでもらいたいとき、どうしたらいいか考えますよね。デジタルマーケティングのお仕事は、そんな時に大活躍するんです。インターネットには、たくさんの人が毎日のように訪れています。情報を探したり、チャットをしたりしています。そのインターネットを使って、面白い商品や、サービスを紹介する動画や画像、文章を作ります。それを見た人が、これいいなぁと思います。そして興味を持って商品を買ったり、サービスを利用したりします。例えば、あるお菓子がとっても美味しいとします。でも、そのお菓子を知らない人がたくさんいます。このお仕事では、そのお菓子をもっと多くの人に知ってもらうのが目標です。そのために、そのお菓子を紹介する楽しい動画を作ったりします。また、お菓子を食べている人の笑顔の写真をインターネットに載せたりします。すると、そのお菓子を食べてみたいと思う人が増えていくんです。このようにパソコンやスマートフォンを使っていろんなアイディアを形にすることがとても大切です。そして人々が何に興味を持っているか、どんなことに喜ぶかをよく考えることも重要です。デジタルマーケティングの素敵なところは、自分のアイディアや作ったものでたくさんの人を笑顔にできることです。みんなが喜んでくれると自分もとっても嬉しい気持ちになりますよね。次は保育士についてお話ししたいと思います。保育士のお仕事は、子どもたちが安全で楽しく健康に過ごせるようにすることです。朝、保育園や幼稚園に来た子どもたちを笑顔で迎えて、おはようと声をかけます。そして、一日中子どもたちと一緒に遊んだりします。また、お昼寝をしたり、おやつを食べたりします。
保育士さんは子どもたちが好きな絵を描いたりします。子どもがブロックでいろいろなものを作ったりするのを手伝います。また、歌を歌ったり、体を動かす遊びをしたりして、子どもたちが元気に過ごせるようにします。子どもたちが困っているときや、悲しんでいるときは、保育士さんが優しく話を聞いて励ましてくれます。子どもたちが安心して楽しく過ごせるように、いつもそばで支えてくれるんです。保育士さんのお仕事はとても大変です。でも子どもたちが笑顔でありがとうと言ってくれると幸せな気持ちになれます。そして子どもたちの成長を近くで見ることができるのは保育士の特別な喜びです。保育士さんになるためには子どもたちと一緒に過ごすことが大好きであることが大事です。また、子どもたちの気持ちを理解しようとする優しい心が必要です。また、歌を歌ったり、絵を描いたりするのが得意な人も保育士に向いていますよ。次は、パティシエについてお話しします。パティシエとは、甘くておいしいお菓子を作る人たちのことです。色とりどりのフルーツや、サクサクのビスケット、また、とろとろのチョコレートを使って、目にも楽しいお菓子を作ります。そのお菓子たちは、人々を幸せな気持ちにしてくれる不思議な力がありますよ。朝、パティシエさんはお店を開ける前に、その日に作るお菓子の準備を始めます。お砂糖や卵、小麦粉をきちんと測って、一つ一つ心を込めて混ぜ合わせます。そして、オーブンでじっくりと焼きます。また、冷蔵庫で冷やしたりして、お菓子を作り上げます。パティシエさんは、ただ美味しいお菓子を作るだけではありません。お菓子を見たときに、わあ、綺麗と思えるように、デコレーションにもたくさんの工夫をしています。色鮮やかなフルーツや、キラキラ輝く砂糖の飾り付けで、お菓子をもっと特別なものにするんですよ。お店にお菓子が並ぶと、お客さんは目を輝かせながら、どれにしようかなと選びます。そして、お菓子を食べた人が笑顔になるのを見ることが、パティシエさんにとって一番の喜びです。特別な日のお祝いに選ばれるケーキを作ることもあります。パティシエさんの大切なお仕事の一つです。パティシエさんになるためには、お菓子作りが大好きで、人を喜ばせるのが好きな人が向いています。お菓子作りは、正確な計量や温度をしっかり守ることがとても大切です。なので、細かい作業が得意な人にもぴったりです。次は、美容師についてお話しします。美容師は人々をもっと綺麗にしてくれます。今よりももっと綺麗にかっこよくしてくれるすごいお仕事なんですよね。美容師はただ髪を切るだけではありません。お客様の顔の形や肌の色、髪の質感に合わせて一番似合うスタイルを考えてくれます。それに、時にはお客様のお話し相手になったり、元気を出してくれたりもするんです。美容師は技術だけでなく、
心を込めたお仕事をしているんですね。美容師になるにはどうしたらいいのでしょう。まず、美容学校で勉強する必要があります。髪の切り方やカラーリングの方法、お客様との接し方など、いろいろなことを学びます。そして、国家試験に合格する必要があります。美容師になるためには、たくさんの勉強と練習が必要なんですよ。美容師は人を喜ばせることが好きな人が多いです。人と話すことが好きな人にはぴったりのお仕事だと思います。美容師のお仕事は人々の笑顔を作る大切な仕事です。自分の技術やセンスで人をきれいにすることができるんです。とても素敵なことだと思いませんか？最後に、医者というとても大切なお仕事についてご紹介します。お医者さんは私たちの体が病気になった時に助けてくれます。また、怪我をした時に治してくれる大切なお仕事をしています。お医者さんは私たちの体についてとてもよく知っています。そして、どうして体が痛くなるのか、どうしたら治るのかを教えてくれます。また、お薬を出してくれたり、特別な治療をしてくれたりします。お医者さんがいるおかげで、私たちは安心して生活できます。でも、お医者さんになるには、とてもたくさん勉強しなければなりません。日本では大学で6年間医学を学ぶ必要があります。さらに国家試験に合格して研修を受けなければなりません。医者になった後もいつも新しい知識を学び続ける必要があります。お医者さんにはいろいろな種類がありますね。子供の病気を治す小児科のお医者さん、目の病気を治す眼科のお医者さん、心の病気を治す心療内科のお医者さん、人の体の様々な部分を専門に治療するお医者さんがいます。人々を健康にするために、それぞれのお医者さんが大切な役割を果たしているんです。お医者さんは人を助けることが好きな人にとってとてもやりがいのあるお仕事です。今日は日本で人気の職業をご紹介します。まず最初にプロスポーツ選手についてお話しします。プロスポーツ選手とはサッカーや野球、バスケットボール選手などを指します。いろんなスポーツを職業としている人たちのことです。彼らは国内の大きな試合に出たり、メダルを目指して世界中を旅したりします。プロスポーツ選手になるには、そのスポーツが大好きで、一生懸命練習することが大切です。サッカーやバスケットボールのようなチームで行うスポーツではチームワークが大切です。みんなで力を合わせて勝つ喜びはとても素敵なものですよね。プロスポーツ選手になるとたくさんの人に応援してもらえるようになります。ファンの人たちからの声援は選手にとって大きな力になります。そして試合で素晴らしいプレーをすることで多くの人を幸せにできるんです。でも、プロスポーツ選手のお仕事は大変なこともあります。毎日の厳しい練習や、時には負けてしまう悔しさもあります。しかし、そんな困難を乗り越えて
さらに強くなるために頑張ることができるんです。プロスポーツ選手は勝負の大切さや仲間と協力する心を私たちに教えてくれます。スポーツの素晴らしさや楽しさを伝える大切な役割も担っているんですよ。皆さんは好きなスポーツや好きなスポーツ選手はいますか？私はプロ野球選手の大谷翔平選手が好きですよ。次は IT エンジニアについてお話しします。IT エンジニアというのはパソコンやインターネット、スマートフォンなどを使います。それによって新しいものを作ったり、私たちの生活を便利にしたりするお仕事です。例えば、スマートフォンのアプリや動画ストリーミングサービス、そしてセキュリティシステムや医療機器などにも IT 技術は使われます。このように IT 技術は私たちの生活の中でなくてはならないものになっています。また、IT エンジニアの人たちはパソコンを使っていろいろな問題を解決します。例えば、難しい計算も簡単にしてくれます。そして、いろんな情報を早く探すことができるようにしてくれます。このお仕事のすごいところは、世界中どこにいてもお仕事ができることです。だから IT エンジニアの人たちは、家でお仕事をしている人も多いです。そして今後はさらに技術が進歩していくと思います。これによって IT エンジニアの需要はさらに増えていくと言われています。ただ、プログラミング言語やフレームワークは流行り廃りが激しいものです。現在よく使われているものでも、数年後には使われなくなっている恐れがあります。トレンドをよく知るために、好奇心を持って学習を続けていくことが大事ですね。次は YouTuber についてです。YouTuber とは、動画を作ってインターネット上でみんなに見てもらうお仕事です。YouTuber の人たちは面白いことや役に立つことを動画にします。そして、その動画を世界中の人たちに見てもらうんですよ。例えば、お料理の作り方を教える動画です。他にも歌を歌っている動画など、いろいろな種類の動画があります。皆さんはどんなテーマの動画が好きですか？ YouTuber たちはみんなが楽しんでくれるような動画を考えています。動画を作るのはちょっと大変ですが、とても楽しいお仕事です。動画を撮るときは声や表情も大切です。楽しそうに話している人を見ると、こちらも嬉しくなりますよね。そして、はっきりとした声で話すと分かりやすいですよね。でも実は一番大事なのは、自分が楽しんで動画を作ることです。自分が楽しくなければ、それを見ている人たちも楽しめませんからね。だから、自分が好きなこと、興味があることを動画にしてみるのがいいと思います。私もこうして日本語を教えることが大好きです。世界中の日本語を勉強している人たちにとってお役に立てると嬉しいです。次は漫画家についてお話ししましょう。漫画家とは、皆さんがよく読む漫画を作っている人たちのことです。漫画の中には、ワクワクする冒険や恋愛の話、時には勇気や友情について学べる素敵な話がいっぱいありますよね。これらのすべてを漫画家が一つ一つ心を込めて書いてくれています。漫画家になるには、まず絵を描くことが大好きであることがとても大切です。そして、漫画を作るには、ただ絵が上手なだけでは十分ではありません。物語を作ったり、ユニークなキャラクターを生み出す才能も必要です。
漫画家が漫画を作るときは、まずストーリーを考えます。どんな登場人物がいて、どんなことが起こるのかを細かく思い描きます。次に、そのストーリーに合わせて絵を描き、セリフを入れていきます。一つの漫画を完成させるのは、とても時間がかかって大変なことなんですよ。でも、自分が作った漫画をたくさんの人に読んでもらえることは幸せなことです。そして、読んだ人の心に残ることは、漫画家にとって最高の喜びなんですよ。日本には世界中で人気のある漫画を生み出したすごい漫画家さんがたくさんいます。ドラゴンボールを生み出した鳥山明さん、ワンピースの作者尾田栄一郎さん、ナルトの作者岸本正史さん、他にも数え切れないほどたくさんの有名な漫画家さんがいますよね。漫画は今や日本の誇れる文化として世界中に愛されています。日本の文化を支えるという意味でも漫画家はとても重要なお仕事ですね。次は介護士についてお話ししましょう。介護士とは、お年寄りや体が不自由な人たちの生活をサポートしてくれる人たちのことです。例えば、歩くのが難しい人が外に出たいとき、車椅子を押してあげます。そして、お食事やお着替えのお手伝いをしたりします。また、お話し相手になって心のケアをすることも大切なお仕事なんですよ。介護士はただ手伝うだけではありません。お年寄りや体が不自由な人たちがもっと自分ができることが増えるようにサポートします。介護士がいるおかげで、たくさんの人が笑顔で楽しい毎日を過ごせます。介護士になるためには、専門の学校で勉強したり、資格を取る必要があります。人の役に立ちたい、人を喜ばせたいという気持ちがとても大切です。そして、優しさと人に寄り添う心が必要なんです。介護士のお仕事は大変なこともたくさんあります。でも、お手伝いした人からありがとうと言われた時の喜びはとても大きなものがあります。自分の行動が直接人の幸せにつながるんですね。日本は高齢化社会でお年寄りの人たちが増えています。ですので、介護士のお仕事はこれからもっと大切になっていきます。次はデジタルマーケティングについてお話ししますね。デジタルマーケティングとは、インターネットを活用したマーケティングです。いろいろな商品やサービスをたくさんの人に知ってもらうお仕事です。例えば、お気に入りの本があるとします。その本をもっと多くの人に楽しんでもらいたいとき、どうしたらいいか考えますよね。デジタルマーケティングのお仕事は、そんなときに大活躍するんです。インターネットには、たくさんの人が毎日のように訪れています。情報を探したり、チャットをしたりしています。そのインターネットを使って、面白い商品や、サービスを紹介する動画や画像、文章を作ります。それを見た人が、これいいなぁと思います。そして興味を持って商品を買ったり、サービスを利用したりします。例えば、あるお菓子がとっても美味しいとします。でも、そのお菓子を知らない人がたくさんいます。このお仕事では、そのお菓子をもっと多くの人に知ってもらうのが目標です。そのために、そのお菓子を紹介する楽しい動画を作ったりします。また、お菓子を食べている人の笑顔の写真をインターネットに載せたりします。すると、そのお菓子を食べてみたいと思う人が増えていくんです。このように、パソコンやスマートフォンを使って、いろんなアイディアを形にすることがとても大切です。
そして人々が何に興味を持っているか、どんなことに喜ぶかをよく考えることも重要です。デジタルマーケティングの素敵なところは、自分のアイディアや作ったもので、たくさんの人を笑顔にできることです。みんなが喜んでくれると、自分もとっても嬉しい気持ちになりますよね。次は、保育士についてお話ししたいと思います。保育士のお仕事は、子どもたちが安全で楽しく健康に過ごせるようにすることです。朝、保育園や幼稚園に来た子どもたちを笑顔で迎えて、おはようと声をかけます。そして、一日中子どもたちと一緒に遊んだりします。また、お昼寝をしたり、おやつを食べたりします。保育士さんは子どもたちが好きな絵を描いたりします。子どもがブロックでいろいろなものを作ったりするのを手伝います。また、歌を歌ったり、体を動かす遊びをしたりして、子どもたちが元気に過ごせるようにします。子どもたちが困っているときや、悲しんでいるときは、保育士さんが優しく話を聞いて、励ましてくれます。子どもたちが安心して、楽しく過ごせるように、いつもそばで支えてくれるんです。保育士さんのお仕事は、とても大変です。でも、子どもたちが笑顔で、ありがとうと言ってくれると、幸せな気持ちになれます。そして、子どもたちの成長を近くで見ることができるのは、保育士の特別な喜びです。保育士さんになるためには、子どもたちと一緒に過ごすことが大好きであることが大事です。また、子どもたちの気持ちを理解しようとする優しい心が必要です。また、歌を歌ったり、絵を描いたりするのが得意な人も保育士に向いていますよ。次は、パティシエについてお話しします。パティシエとは、甘くて美味しいお菓子を作る人たちのことです。色とりどりのフルーツや、サクサクのビスケット、また、とろとろのチョコレートを使って、目にも楽しいお菓子を作ります。そのお菓子たちは、人々を幸せな気持ちにしてくれる不思議な力がありますよ。朝、パティシエさんはお店を開ける前に、この日に作るお菓子の準備を始めます。お砂糖や卵、小麦粉をきちんと測って、一つ一つ心を込めて混ぜ合わせます。そして、オーブンでじっくりと焼きます。また、冷蔵庫で冷やしたりして、お菓子を作り上げます。パティシエさんは、ただ美味しいお菓子を作るだけではありません。お菓子を見たときに、わあ、綺麗と思えるように、デコレーションにもたくさんの工夫をしています。色鮮やかなフルーツや、キラキラ輝く砂糖の飾り付けで、お菓子をもっと特別なものにするんですよ。お店にお菓子が並ぶと、お客さんは目を輝かせながら、どれにしようかなと選びます。そして、お菓子を食べた人が笑顔になるのを見ることが、パティシエさんにとって一番の喜びです。特別な日のお祝いに選ばれるケーキを作ることもあります。パティシエさんの大切なお仕事の一つです。パティシエさんになるためには、お菓子作りが大好きで、人を喜ばせるのが好きな人が向いています。お菓子作りは、正確な計量や温度をしっかり守ることがとても大切です。なので、細かい作業が得意な人にもぴったりです。次は、美容師についてお話しします。美容師は、人々をもっときれいにしてくれます。今よりももっときれいに、かっこよくしてくれる、すごいお仕事なんですよね。美容師は、ただ髪を切るだけではありません。お客様の顔の形や肌の色、髪の質感に合わせて一番似合うスタイルを考えてくれます。それに、時にはお客様のお話し相手になったり、元気を出してくれたりもするんです。
美容師は技術だけでなく、心を込めたお仕事をしているんですね。美容師になるにはどうしたらいいのでしょう。まず、美容学校で勉強する必要があります。髪の切り方やカラーリングの方法、お客様との接し方など、いろいろなことを学びます。そして、国家試験に合格する必要があります。美容師になるためには、たくさんの勉強と練習が必要なんですよ。美容師は人を喜ばせることが好きな人が多いです。人と話すことが好きな人にはぴったりのお仕事だと思います。美容師のお仕事は人々の笑顔を作る大切な仕事です。自分の技術やセンスで人をきれいにすることができるんです。とても素敵なことだと思いませんか？最後に、医者というとても大切なお仕事についてご紹介します。お医者さんは私たちの体が病気になった時に助けてくれます。また、怪我をした時に治してくれる大切なお仕事をしています。お医者さんは私たちの体についてとてもよく知っています。そして、どうして体が痛くなるのか、どうしたら治るのかを教えてくれます。また、お薬を出してくれたり、特別な治療をしてくれたりします。お医者さんがいるおかげで、私たちは安心して生活できます。でも、お医者さんになるには、とてもたくさん勉強しなければなりません。日本では、大学で6年間、医学を学ぶ必要があります。さらに、国家試験に合格して、研修を受けなければなりません。医者になった後も、いつも新しい知識を学び続ける必要があります。お医者さんには、いろいろな種類がありますね。子供の病気を治す小児科のお医者さん、目の病気を治す眼科のお医者さん、心の病気を治す心療内科のお医者さん。人の体の様々な部分を専門に治療するお医者さんがいます。人々を健康にするために、それぞれのお医者さんが大切な役割を果たしているんです。お医者さんは人を助けることが好きな人にとって、とてもやりがいのあるお仕事です。今日は日本で人気の職業をご紹介します。まず最初に、プロスポーツ選手についてお話しします。プロスポーツ選手とは、サッカーや野球、バスケットボール選手などを指します。いろんなスポーツを職業としている人たちのことです。彼らは国内の大きな試合に出たり、メダルを目指して世界中を旅したりします。プロスポーツ選手になるには、そのスポーツが大好きで、一生懸命練習することが大切です。サッカーやバスケットボールのようなチームで行うスポーツでは、チームワークが大切です。みんなで力を合わせて勝つ喜びは、とても素敵なものですよね。プロスポーツ選手になると、たくさんの人に応援してもらえるようになります。ファンの人たちからの声援は、選手にとって大きな力になります。そして、試合で素晴らしいプレーをすることで、多くの人を幸せにできるんです。でも、プロスポーツ選手のお仕事は大変なこともあります。毎日の厳しい練習や、時には負けてしまう悔しさもあります。しかし、そんな困難を乗り越えて、さらに強くなるために頑張ることができるんです。プロスポーツ選手は、勝負の大切さや、仲間と協力する心を私たちに教えてくれます。スポーツの素晴らしさや楽しさを伝える大切な役割も担っているんですよ。皆さんは好きなスポーツや好きなスポーツ選手はいますか？私はプロ野球選手の大谷翔平選手が好
好きですよ。次は IT エンジニアについてお話しします。IT エンジニアというのは、パソコンやインターネット、スマートフォンなどを使います。それによって新しいものを作ったり、私たちの生活を便利にしたりするお仕事です。例えば、スマートフォンのアプリや動画ストリーミングサービス、そしてセキュリティシステムや医療機器などにも IT 技術が使われます。このように IT 技術は私たちの生活の中でなくてはならないものになっています。また、IT エンジニアの人たちはパソコンを使っていろいろな問題を解決します。例えば、難しい計算も簡単にしてくれます。そして、いろんな情報を早く探すことができるようにしてくれます。このお仕事のすごいところは、世界中どこにいてもお仕事ができることです。だから、IT エンジニアの人たちは、家でお仕事をしている人も多いです。そして、今後はさらに技術が進歩していくと思います。これによって IT エンジニアの需要はさらに増えていくと言われています。ただ、プログラミング言語やフレームワークは流行り廃りが激しいものです。現在よく使われているものでも数年後には使われなくなっている恐れがあります。トレンドをよく知るために好奇心を持って学習を続けていくことが大事ですね。次は YouTuber についてです。YouTuber とは動画を作ってインターネット上でみんなに見てもらうお仕事です。YouTuber の人たちは面白いことや役に立つことを動画にします。そしてその動画を世界中の人たちに見てもらうんですよ。例えば、お料理の作り方を教える動画です。他にも歌を歌っている動画など、いろいろな種類の動画があります。皆さんはどんなテーマの動画が好きですか？ YouTuber たちはみんなが楽しんでくれるような動画を考えています。動画を作るのはちょっと大変ですが、とても楽しいお仕事です。動画を撮るときは声や表情も大切です。楽しそうに話している人を見ると、こちらも嬉しくなりますよね。そして、はっきりとした声で話すと分かりやすいですよね。でも実は一番大事なのは、自分が楽しんで動画を作ることです。自分が楽しくなければ、それを見ている人たちも楽しめませんからね。だから、自分が好きなこと、興味があることを動画にしてみるのがいいと思います。私もこうして日本語を教えることが大好きです。世界中の日本語を勉強している人たちにとってお役に立てると嬉しいです。次は漫画家についてお話ししましょう。漫画家とは、皆さんがよく読む漫画を作っている人たちのことです。漫画の中には、ワクワクする冒険や恋愛の話、時には勇気や友情について学べる素敵な話がいっぱいありますよね。これらのすべてを漫画家が一つ一つ心を込めて描いてくれています。漫画家になるには、まず絵を描くことが大好きであることがとても大切です。そして漫画を作るには、ただ絵が上手なだけでは十分ではありません。物語を作ったり、ユニークなキャラクターを生み出す才能も必要です。漫画家が漫画を作るときは、まずストーリーを考えます。どんな登場人物がいて、どんなことが起こるのかを細かく思い描きます。次に、そのストーリーに合わせて絵を描き、セリフを入れていきます。一つの漫画を完成させるのは、とても時間がかかって大変なことなんですよ。でも、自分が作った漫画をたくさんの人に読んでもらえることは
幸せなことです。そして、読んだ人の心に残ることは、漫画家にとって最高の喜びなんですよ。日本には、世界中で人気のある漫画を生み出した、すごい漫画家さんがたくさんいます。ドラゴンボールを生み出した鳥山明さん、ワンピースの作者尾田栄一郎さん、ナルトの作者岸本正史さん、他にも数えきれないほどたくさんの有名な漫画家さんがいますよね。漫画は今や日本の誇れる文化として世界中に愛されています。日本の文化を支えるという意味でも漫画家はとても重要なお仕事ですね。次は介護士についてお話ししましょう。介護士とは、お年寄りや体が不自由な人たちの生活をサポートしてくれる人たちのことです。例えば、歩くのが難しい人が外に出たいとき、車椅子を押してあげます。そして、お食事やお着替えのお手伝いをしたりします。また、お話し相手になって心のケアをすることも大切なお仕事なんですよ。介護士はただ手伝うだけではありません。お年寄りや体が不自由な人たちがもっと自分ができることが増えるようにサポートします。介護士がいるおかげでたくさんの人が笑顔で楽しい毎日を過ごせます。介護士になるためには専門の学校で勉強したり資格を取る必要があります。人の役に立ちたい。人を喜ばせたいという気持ちがとても大切です。そして、優しさと人に寄り添う心が必要なんです。介護士のお仕事は大変なこともたくさんあります。でも、お手伝いした人からありがとうと言われた時の喜びはとても大きなものがあります。自分の行動が直接人の幸せにつながるんですね。日本は高齢化社会でお年寄りの人たちが増えています。ですので、介護士のお仕事はこれからもっと大切になっていきます。次はデジタルマーケティングについてお話ししますね。デジタルマーケティングとは、インターネットを活用したマーケティングです。いろいろな商品やサービスをたくさんの人に知ってもらうお仕事です。例えば、お気に入りの本があるとします。その本をもっと多くの人に楽しんでもらいたいとき、どうしたらいいか考えますよね。デジタルマーケティングのお仕事はそんなときに大活躍するんです。インターネットにはたくさんの人が毎日のように訪れています。情報を探したりチャットをしたりしています。このインターネットを使って面白い商品やサービスを紹介する動画や画像、文章を作ります。それを見た人が、これいいなぁと思います。そして興味を持って商品を買ったり、サービスを利用したりします。例えば、あるお菓子がとっても美味しいとします。でも、そのお菓子を知らない人がたくさんいます。このお仕事では、そのお菓子をもっと多くの人に知ってもらうのが目標です。そのために、そのお菓子を紹介する楽しい動画を作ったりします。また、お菓子を食べている人の笑顔の写真をインターネットに載せたりします。すると、そのお菓子を食べてみたいと思う人が増えていくんです。このように、パソコンやスマートフォンを使って、いろんなアイディアを形にすることがとても大切です。そして、人々が何に興味を持っているか、どんなことに喜ぶかをよく考えることも重要です。デジタルマーケティングの素敵なところは、自分のアイディアや作ったもので、たくさんの人を笑顔にできることです。みんなが喜んでくれると、自分もとっても嬉しい気持ちになりますよね。次は、保育士についてお話ししたいと思います。保育士のお仕事は、
子どもたちが安全で楽しく健康に過ごせるようにすることです。朝、保育園や幼稚園に来た子どもたちを笑顔で迎えて、おはようと声をかけます。そして、一日中子どもたちと一緒に遊んだりします。また、お昼寝をしたり、おやつを食べたりします。保育士さんは子どもたちが好きな絵を描いたりします。子どもがブロックでいろいろなものを作ったりするのを手伝います。また、歌を歌ったり、体を動かす遊びをしたりして、子どもたちが元気に過ごせるようにします。子どもたちが困っているときや、悲しんでいるときは、保育士さんが優しく話を聞いて、励ましてくれます。子どもたちが安心して、楽しく過ごせるように、いつもそばで支えてくれるんです。保育士さんのお仕事はとても大変です。でも子供たちが笑顔でありがとうと言ってくれると幸せな気持ちになれます。そして子供たちの成長を近くで見ることができるのは保育士の特別な喜びです。保育士さんになるためには子供たちと一緒に過ごすことが大好きであることが大事です。また、子供たちの気持ちを理解しようとする優しい心が必要です。また、歌を歌ったり、絵を描いたりするのが得意な人も保育士に向いていますよ。次は、パティシエについてお話しします。パティシエとは、甘くて美味しいお菓子を作る人たちのことです。色とりどりのフルーツや、サクサクのビスケット、また、とろとろのチョコレートを使って、目にも楽しいお菓子を作ります。このお菓子たちは、人々を幸せな気持ちにしてくれる不思議な力がありますよ。朝、パティシエさんはお店を開ける前に、この日に作るお菓子の準備を始めます。お砂糖や卵、小麦粉をきちんと測って、一つ一つ心を込めて混ぜ合わせます。そして、オーブンでじっくりと焼きます。また、冷蔵庫で冷やしたりしてお菓子を作り上げます。パティシエさんは、ただ美味しいお菓子を作るだけではありません。お菓子を見たときに、わあ、綺麗と思えるように、デコレーションにもたくさんの工夫をしています。色鮮やかなフルーツや、キラキラ輝く砂糖の飾り付けで、お菓子をもっと特別なものにするんですよ。お店にお菓子が並ぶと、お客さんは目を輝かせながら、どれにしようかなと選びます。そして、お菓子を食べた人が笑顔になるのを見ることが、パティシエさんにとって一番の喜びです。特別な日のお祝いに選ばれるケーキを作ることもあります。パティシエさんの大切なお仕事の一つです。パティシエさんになるためには、お菓子作りが大好きで、人を喜ばせるのが好きな人が向いています。お菓子作りは、正確な計量や温度をしっかり守ることがとても大切です。なので、細かい作業が得意な人にもぴったりです。次は、美容師についてお話しします。美容師は、人々をもっときれいにしてくれます。今よりももっときれいに、かっこよくしてくれる、すごいお仕事なんですよね。美容師は、ただ髪を切るだけではありません。お客様の顔の形や肌の色、髪の質感に合わせて、一番似合うスタイルを考えてくれます。それに、時にはお客様のお話し相手になったり、元気を出してくれたりもするんです。美容師は技術だけでなく、心を込めたお仕事をしているんですね。美容師になるにはどうしたらいいのでしょう。まず、美容学校で勉強する必要があります。髪の切り方やカラーリングの方法、お客様との接し方など、いろいろなことを学びます。そして、国家試験に合格する必要があります。
美容師になるためには、たくさんの勉強と練習が必要なんですよ。美容師は人を喜ばせることが好きな人が多いです。人と話すことが好きな人にはぴったりのお仕事だと思います。美容師のお仕事は人々の笑顔を作る大切な仕事です。自分の技術やセンスで人をきれいにすることができるんです。とても素敵なことだと思いませんか？最後に医者というとても大切なお仕事についてご紹介します。お医者さんは私たちの体が病気になった時に助けてくれます。また、怪我をした時に治してくれる大切なお仕事をしています。お医者さんは私たちの体についてとてもよく知っています。そして、どうして体が痛くなるのか、どうしたら治るのかを教えてくれます。また、お薬を出してくれたり、特別な治療をしてくれたりします。お医者さんがいるおかげで、私たちは安心して生活できます。でも、お医者さんになるには、とてもたくさん勉強しなければなりません。日本では、大学で6年間、医学を学ぶ必要があります。さらに、国家試験に合格して、研修を受けなければなりません。医者になった後も、いつも新しい知識を学び続ける必要があります。お医者さんには、いろいろな種類がありますね。子供の病気を治す小児科のお医者さん、目の病気を治す眼科のお医者さん、心の病気を治す心療内科のお医者さん、人の体の様々な部分を専門に治療するお医者さんがいます。人々を健康にするために、それぞれのお医者さんが大切な役割を果たしているんです。お医者さんは、人を助けることが好きな人にとって、とてもやりがいのあるお仕事です。今日は日本で人気の職業をご紹介します。まず最初に、プロスポーツ選手についてお話しします。プロスポーツ選手とは、サッカーや野球、バスケットボール選手などを指します。いろんなスポーツを職業としている人たちのことです。彼らは国内の大きな試合に出たり、メダルを目指して世界中を旅したりします。プロスポーツ選手になるには、そのスポーツが大好きで、一生懸命練習することが大切です。サッカーやバスケットボールのようなチームで行うスポーツでは、チームワークが大切です。みんなで力を合わせて勝つ喜びは、とても素敵なものですよね。プロスポーツ選手になると、たくさんの人に応援してもらえるようになります。ファンの人たちからの声援は、選手にとって大きな力になります。そして、試合で素晴らしいプレーをすることで、多くの人を幸せにできるんです。でも、プロスポーツ選手のお仕事は大変なこともあります。毎日の厳しい練習や、時には負けてしまう悔しさもあります。しかし、そんな困難を乗り越えて、さらに強くなるために頑張ることができるんです。プロスポーツ選手は、勝負の大切さや、仲間と協力する心を私たちに教えてくれます。スポーツの素晴らしさや楽しさを伝える大切な役割も担っているんですよ。皆さんは好きなスポーツや好きなスポーツ選手はいますか？私はプロ野球選手の大谷翔平選手が好きですよ。次は IT エンジニアについてお話しします。IT エンジニアというのは、パソコンやインターネット、スマートフォンなどを使います。それによって新しいものを作ったり、私たちの生活を便利にしたりするお仕事です。例えば、スマートフォンのアプリや動画ストリーミングサービス、そしてセキュリティシステムや医療機器などにも IT 技術は使われます。このように IT 技術は私たちの生活の中で
なくてはならないものになっています。また、IT エンジニアの人たちは、パソコンを使っていろいろな問題を解決します。例えば、難しい計算も簡単にしてくれます。そして、いろんな情報を早く探すことができるようにしてくれます。このお仕事のすごいところは、世界中どこにいてもお仕事ができることです。だから、IT エンジニアの人たちは、家でお仕事をしている人も多いです。そして、今後はさらに技術が進歩していくと思います。これによって、IT エンジニアの需要はさらに増えていくと言われています。ただ、プログラミング言語やフレームワークは流行り廃りが激しいものです。現在よく使われているものでも、数年後には使われなくなっている恐れがあります。トレンドをよく知るために、好奇心を持って学習を続けていくことが大事ですね。次は YouTuber についてです。YouTuber とは、動画を作ってインターネット上でみんなに見てもらうお仕事です。YouTuber の人たちは、面白いことや役に立つことを動画にします。そして、その動画を世界中の人たちに見てもらうんですよ。例えば、お料理の作り方を教える動画です。他にも、歌を歌っている動画など、いろいろな種類の動画があります。皆さんは、どんなテーマの動画が好きですか？ YouTuber たちは、みんなが楽しんでくれるような動画を考えています。動画を作るのは、ちょっと大変ですが、とても楽しいお仕事です。動画を撮るときは、声や表情も大切です。楽しそうに話している人を見ると、こちらも嬉しくなりますよね。そして、はっきりとした声で話すと、わかりやすいですよね。でも実は、一番大事なのは、自分が楽しんで動画を作ることです。自分が楽しくなければ、それを見ている人たちも楽しめませんからね。だから、自分が好きなこと、興味があることを動画にしてみるのがいいと思います。私もこうして日本語を教えることが大好きです。世界中の日本語を勉強している人たちにとってお役に立てると嬉しいです。次は漫画家についてお話ししましょう。漫画家とは、皆さんがよく読む漫画を作っている人たちのことです。漫画の中には、ワクワクする冒険や恋愛の話、時には勇気や友情について学べる素敵な話がいっぱいありますよね。これらのすべてを漫画家が一つ一つ心を込めて描いてくれています。漫画家になるには、まず絵を描くことが大好きであることがとても大切です。そして漫画を作るには、ただ絵が上手なだけでは十分ではありません。物語を作ったり、ユニークなキャラクターを生み出す才能も必要です。漫画家が漫画を作るときは、まずストーリーを考えます。どんな登場人物がいて、どんなことが起こるのかを細かく思い描きます。次に、そのストーリーに合わせて絵を描き、セリフを入れていきます。一つの漫画を完成させるのは、とても時間がかかって大変なことなんですよ。でも、自分が作った漫画をたくさんの人に読んでもらえることは幸せなことです。そして、読んだ人の心に残ることは、漫画家にとって最高の喜びなんですよ。日本には世界中で人気のある漫画を生み出したすごい漫画家さんがたくさんいます。ドラゴンボールを生み出した鳥山明さん、ワンピースの作者尾田栄一郎さん、ナルトの作者岸本正史さん、他にも数えきれないほどたくさんの有名な漫画家さんがいますよね。漫画は今や日本の誇れる文化として世界中に愛されています。日本の文化を支えるという意味でも漫画家はとても重要なお仕事ですね。次は介護士についてお話ししましょう。介護士とは、お年寄りや体が不自由な人たちの生活をサポートしてくれる人たちのことです。例えば、
歩くのが難しい人が外に出たいとき、車椅子を押してあげます。そして、お食事やお着替えのお手伝いをしたりします。また、お話し相手になって心のケアをすることも大切なお仕事なんですよ。介護士はただ手伝うだけではありません。お年寄りや体が不自由な人たちがもっと自分ができることが増えるようにサポートします。介護士がいるおかげで、たくさんの人が笑顔で楽しい毎日を過ごせます。介護士になるためには、専門の学校で勉強したり、資格を取る必要があります。人の役に立ちたい、人を喜ばせたいという気持ちがとても大切です。そして、優しさと人に寄り添う心が必要なんです。介護士のお仕事は大変なこともたくさんあります。でも、お手伝いした人からありがとうと言われた時の喜びはとても大きなものがあります。自分の行動が直接人の幸せにつながるんですね。日本は高齢化社会でお年寄りの人たちが増えています。ですので、介護士のお仕事はこれからもっと大切になっていきます。次はデジタルマーケティングについてお話ししますね。デジタルマーケティングとは、インターネットを活用したマーケティングです。いろいろな商品やサービスをたくさんの人に知ってもらうお仕事です。例えば、お気に入りの本があるとします。その本をもっと多くの人に楽しんでもらいたいとき、どうしたらいいか考えますよね。デジタルマーケティングのお仕事は、そんなときに大活躍するんです。インターネットには、たくさんの人が毎日のように訪れています。情報を探したり、チャットをしたりしています。そのインターネットを使って、面白い商品やサービスを紹介する動画や画像、文章を作ります。それを見た人が、これいいなぁと思います。そして興味を持って商品を買ったり、サービスを利用したりします。例えば、あるお菓子がとっても美味しいとします。でも、そのお菓子を知らない人がたくさんいます。このお仕事では、そのお菓子をもっと多くの人に知ってもらうのが目標です。そのために、そのお菓子を紹介する楽しい動画を作ったりします。また、お菓子を食べている人の笑顔の写真をインターネットに載せたりします。すると、そのお菓子を食べてみたいと思う人が増えていくんです。このように、パソコンやスマートフォンを使って、いろんなアイディアを形にすることがとても大切です。そして、人々が何に興味を持っているか、どんなことに喜ぶかをよく考えることも重要です。デジタルマーケティングの素敵なところは、自分のアイディアや作ったもので、たくさんの人を笑顔にできることです。みんなが喜んでくれると、自分もとっても嬉しい気持ちになりますよね。次は、保育士についてお話ししたいと思います。保育士のお仕事は、子どもたちが安全で楽しく健康に過ごせるようにすることです。朝、保育園や幼稚園に来た子どもたちを笑顔で迎えて、おはようと声をかけます。そして、一日中子どもたちと一緒に遊んだりします。また、お昼寝をしたり、おやつを食べたりします。保育士さんは子どもたちが好きな絵を描いたりします。子どもがブロックでいろいろなものを作ったりするのを手伝います。また、歌を歌ったり、体を動かす遊びをしたりして、子どもたちが元気に過ごせるようにします。子どもたちが困っているときや、悲しんでいるときは、保育士さんが優しく話を聞いて、励ましてくれます。子どもたちが安心して楽しく過ごせるように、いつもそばで支えてくれるんです。保育士さんのお仕事はとても大変です。でも、子どもたちが笑顔でありがとうと言ってくれると幸せな気持ちになれます。そして、子どもたちの成長を近くで見ることができるのは、保育士の特別な喜びです。保育士さんになるためには、子どもたちと一緒に過ごすことが大好きであることが大事です。また、
子どもたちの気持ちを理解しようとする優しい心が必要です。また、歌を歌ったり、絵を描いたりするのが得意な人も保育士に向いていますよ。次は、パティシエについてお話しします。パティシエとは、甘くて美味しいお菓子を作る人たちのことです。色とりどりのフルーツやサクサクのビスケット、またトロトロのチョコレートを使って目にも楽しいお菓子を作ります。このお菓子たちは人々を幸せな気持ちにしてくれる不思議な力がありますよ。朝、パティシエさんはお店を開ける前にこの日に作るお菓子の準備を始めます。お砂糖や卵、小麦粉をきちんと測って一つ一つ心を込めて混ぜ合わせます。そしてオーブンでじっくりと焼きます。また冷蔵庫で冷やしたりしてお菓子を作り上げます。パティシエさんはただ美味しいお菓子を作るだけではありません。お菓子を見た時に、わあ、綺麗と思えるように、デコレーションにもたくさんの工夫をしています。色鮮やかなフルーツや、キラキラ輝く砂糖の飾り付けで、お菓子をもっと特別なものにするんですよ。お店にお菓子が並ぶと、お客さんは目を輝かせながら、どれにしようかなと選びます。そして、お菓子を食べた人が笑顔になるのを見ることが、パティシエさんにとって一番の喜びです。特別な日のお祝いに選ばれるケーキを作ることもあります。パティシエさんの大切なお仕事の一つです。パティシエさんになるためには、お菓子作りが大好きで、人を喜ばせるのが好きな人が向いています。お菓子作りは、正確な計量や温度をしっかり守ることがとても大切です。なので、細かい作業が得意な人にもぴったりです。次は美容師についてお話しします。美容師は人々をもっときれいにしてくれます。今よりももっときれいに、かっこよくしてくれる、すごいお仕事なんですよね。美容師はただ髪を切るだけではありません。お客様の顔の形や肌の色、髪の質感に合わせて一番似合うスタイルを考えてくれます。それに、時にはお客様のお話し相手になったり、元気を出してくれたりもするんです。美容師は技術だけでなく、心を込めたお仕事をしているんですね。美容師になるにはどうしたらいいのでしょう。まず、美容学校で勉強する必要があります。髪の切り方やカラーリングの方法、お客様との接し方など、いろいろなことを学びます。そして、国家試験に合格する必要があります。美容師になるためには、たくさんの勉強と練習が必要なんですよ。美容師は人を喜ばせることが好きな人が多いです。人と話すことが好きな人にはぴったりのお仕事だと思います。美容師のお仕事は人々の笑顔を作る大切な仕事です。自分の技術やセンスで人をきれいにすることができるんです。とても素敵なことだと思いませんか？最後に、医者というとても大切なお仕事についてご紹介します。お医者さんは私たちの体が病気になった時に助けてくれます。また、怪我をした時に治してくれる大切なお仕事をしています。お医者さんは私たちの体についてとてもよく知っています。そして、どうして体が痛くなるのか、どうしたら治るのかを教えてくれます。また、お薬を出してくれたり、特別な治療をしてくれたりします。お医者さんがいるおかげで、私たちは安心して生活できます。でも、お医者さんになるには、とてもたくさん勉強しなければなりません。日本では、大学で6年間、医学を学ぶ必要があります。さらに、国家試験に合格して、研修を受けなければなりません。医者になった後も、いつも新しい知識を学び続ける必要があります。お医者さんにはいろいろな種類がありますね。子供の病気を治す小児科のお医者さん、目の病気を治す
眼科のお医者さん、心の病気を治す心療内科のお医者さん、人の体の様々な部分を専門に治療するお医者さんがいます。人々を健康にするために、それぞれのお医者さんが大切な役割を果たしているんです。お医者さんは人を助けることが好きな人にとって、とてもやりがいのあるお仕事です。